こんにちは、モータージャーナリストの竹岡圭です。今日はもうこの名前を聞いただけでワクワクしちゃう人多いと思うんですが、アルファロメオジュリアをご紹介したいと思います。アルファロメオといえば1910年に誕生したプレミアムブランドだったんですけれども、まあ、モータースポーツの、ね、歴史とともにずっとやってきましたが、必ずしもずっと成功してたかっていうと実はそうでもないんですね。特に近年販売の方が随分落ち込んでしまいまして、ちょっとねヨーロッパのニッチブランドになっていた感があったんです。でそれをもう一度アルファロメオを世界のプレミアムブランドにしようということで、3つ大きな改革が行われました。一つは販売力、そして資金力、そして技術力ということでね、上二つはですね、FCA、要はクライスラーとくっついたことで、また販売力や、資金力を得てですね、新しくプラットフォームを開発して、作ってみようということになったんです。で、その技術力の面ではですね、フェラーリから、まあ、二人、プロジェクトマネージャーを、招聘して、まあ、そちらがメインになって作ったんですけれども、一つだけ、もうこれはアルファロメオずっと FCA の中でやってた人がやろうと。担当したのがデザインなんですね。やっぱアルファロメオっていうとやっぱデザイン気にされる方多いっていうか、これがあるからこそアルファロメオっていうところ一つありますから、ここは譲らなかったということなんですね。だからずっとそのねデザイン面だけは脈々と歴史が受け継がれてきています。このね、センターにあるこの盾のような、そしてこの横のね、この3つ、いや鳥ロボって言われるね、3つの歯なんて言われますけれども、そういったデザインがまあ特徴的ですよね。で今回その新しいプラットフォームは FR と四駆を使いまして、でこれからこの後ね全部で8車種作るんですって。で、まあ、その特徴としてはこの辺り見ていただきたいんですけれども、いわゆるプレミアムな FR っていうのは、まあ、ロングノーズでショートオーバーハングで、ここ長いんですね。この A ピラーまでの部分、しっかりこれが取られて、プレミアムだなっていう感じを醸し出しています。ではちょっとエンジンをかけてみたいと思います。お、こんなところにあるんですね。これはかっこいいな。お、シート動いた。お、すごいすごい。あららら、ら高級車じゃないですか。これは直列4気筒2リッターエンジンの280馬力の、ベローチェでございますんでね。はい、では行ってみたいと思います。軽い。いや、こんなに軽い四駆もなかなかないんじゃないのっていうぐらい軽快、スムーズ、滑らか。さらにね、標準装備でほとんどついてくるからコスパがいいんです。走り味もねさらに選べちゃうんですよ。アルファロメオはこの DNA っていうね、やつで選ぶんですけれども、ここにダイヤルがありまして、今ノーマル、ちょっとダイナミックにしてみようかな。お、赤くなった。おーおー、とこありましたね。おーおー、あ、よりなんかこうやる気の出る音が。でノーマルでしょ、で A にしてみました。あ、ちょっとおとなしい感じでね。あ、結構変わりますね。まあ、車としてもねすごい完成度が高いですね。これが、この新しいプラットフォームの第1弾ということで、この後出てくる SUV とかね、逆にコンパクトカーみたいなのも気になりますよね。やっぱりジュリアっていう名前には思い入れがある方がすごく多いと思うんですけれども、まあ歴代ね、かっこいいジュリアもあれば、エレガントなジュリアもあれば、まあ、見にくいジュリアなんて言われたのもありましたけれども、今回のはね、かっこいい系だと思います。インテリアもこう、さりげなくシンプルなんだけど質が高い。で、軽快なんだけれども安定してて本気になればパリッと速いみたいな、まあそういったかっこいいジュリアですかね。そんな素敵な女性になってみたいです。